どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説はですね、いろんな各回に伝わるジンクスについてお話ししていこうかなと思います。今回はジンクス5選紹介していきたいと思います。まず一つ目が、ビストロスマップに出演した政治家さんが、総理大臣になる。これ結構有名ですよね。スマップの、レギュラー番組、スマップの料理コーナー、ビストロスマップにゲスト出演っていうのが総理大臣の登竜門というふうに言われてまして、一番最初が、小泉純一郎さん、その次が安倍晋三さん、で、麻生太郎さんというふうに、まあ、なってまして、この3人は、この出演から2年以内に総理大臣になっていると。石破茂さん、小池百合子さんが出演しています。もし、総理大臣になるのであれば、まあ、石破さんが先に出ておりまして、その後が小池さんという風になっております。これ結構有名な都市伝説で、これがスマップの力っていう風に言われてて、で、小池都知事が誕生した時に、小池さんはそのスマップが解散したことによって、総理大臣にはなれなかったっていう風な言われ方をしているんですが、まだどうなるかっていうのはね、ちょっとわからない状態になってまして、まだね、解散してもスマップはあり続けると僕自身は思ってますので、この後がどうなるのかっていうのはちょっとね、楽しみに見ていきたいと思います。続いて、スポーツ界に存在するジンクス、サッカーワールドカップの日本代表。こちらですね、まあ今森保監督のもと、現在東京オリンピックのオーバーエイジ選考とかね、いろいろなあれがありますが、このワールドカップ日本代表っていうのがまた面白いジンクスがありまして、初めて予選を通過したのが2002年、日韓ワールドカップ、ここで、1位通過、開催国として日本サッカー史上初の、ワールドカップ予選突破を決めたわけなんですが、これ結構面白いんですよ。2002年に、ベスト16まで予選を通過してベスト16まで行きました。で、次、4年後の2006年、ドイツワールドカップ、こちら、予選で敗退しております。次が2010年、南アフリカ大会、こちら、ベスト16、予選通過しております。2位通過で勝ち点6となっております。続いて4年後、2014年、ブラジルワールドカップ、この時は、ザックジャパンの時ですね、予選敗退、グループステージ敗退。で、2018年、記憶にも新しい、ロシアワールドカップ、ベスト16、お気づきですよね。実はこれ、交互に、なってるんですよね。初めて、グループステージを突破したと、2002年から交互にグループステージを突破しているということになってまして、今、森保監督が、フル代表の方も指揮を取っておられますが、これ、実は、このジンクスで行くと、次が予選敗退なんですよね。次のワールドカップが、来年、再来年か、あるんですが、どうなるのかっていうね、その森保監督の力でこう、そのジンクスを超えていくっていうのがちょっと楽しみなところではあります。続いて、東京オリンピックに関するジンクス。これ、まあ、1964年東京オリンピック、1回目となっているんですが、これ実は、多分去年、大河ドラマで、イダテンで多分触れてると思うんですけど、実は1964年のオリンピックって東京招致で言うと2回目なんですよ。で、1回目っていうのが1940年に招致され、もう大会開催が決まってたんですが、1940年、日中戦争の影響から日本政府が開催権を返上したと。で、そこから、24年の時を経て、1964年に開催と。このジンクスっていうのが、まあ、1回目、戦争の影響もあり、返上。2回目が大成功。開催できていると。そして3回目。今回の2020年東京オリンピックっていう風な形になっております。現在ね、いろんな状況下で、こうね、開催するかしないかっていうのがあるんですが、ただこのジンクスというのが当たってしまうと今年東京オリンピックがなくなってしまうのではないかというような形になっております。
続いてアメリカの大統領に関するジンクス、実はこれ動画で触れてまして、詳しくは概要欄にリンクを貼っておきます。アメリカの大統領、実は20年おきに就任する大統領が、まあ不幸に見舞われると、まあ暗殺だったり、病気だったり、暗殺未遂だったりとかっていうのがあるんですけど、これ、都市伝説界隈だとよく言われるのが、リンカーンの100年後に、ケネディ大統領が就任しているっていう、まさにこの呪いというか、ジンクスというか、がありまして、これ動画で触れてますので、ぜひご覧いただければなと思います。まあ、最後のジンクスとなります。最後のジンクスは、読売巨人軍、読売ジャイアンツが、優勝すると、翌年が不況になるというジンクスでございます。これは、遡っていくと、本当にそうなってるんですけど、まあ一番わかりやすい状況っていうのが、まあ去年、2019年シーズン、読売ジャイアンツ優勝いたしました。で、2020年の今年、もうこれだけで多分、あーみたいなのがあるかなと思いまして、もしねあれだったらまたそれは詳しい動画で出そうかなと思ってますので、もしねいやそれだけじゃわかんないよっていうねあれであればコメントいただければ別途動画を作成いたしますので、ぜひぜひ、コメントの方もよろしくお願いします。以上ね、5選ジンクスやらせていただきました。これもしかしたら好評だった場合第2弾やります。ぜひぜひ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。